秀吉殿は天下人、物量では我が軍は圧倒しておる。故にどの隊が欠けても苦しくなるだろう。皆で生き残り、共に勝利を祝おうぞ。秀吉さえ撃てば徳川は勝てる。短期で敵陣にかけて切り込むか。いや、それでは味方の布陣にも影響が出る。考えろ、徳川にとっての最善とは。ドラマツ、頑張って。変われるか、新入り。直政をはじめとする家臣たちの奮闘により、家康は北条真田との領土争いに勝利。甲斐信濃を得た徳川家は名実ともに天下有数の大大名となった。一方、信長の家臣羽柴秀吉は旧敵光秀を討った後、織田重臣柴田勝家も撃破。東海の雄家康と信長の後継秀吉、天下の行く末はこの二人に委ねられた。天正12年、両者は覇権をかけて激突。徳川の先鋒にはいつものように直政がいた。名実ともに徳川を代表する将にならんとしていた直政の心にはある変化が起きていた。新生の将、小牧長久手の戦い。最善を尽くす、それだけだ。力行くね、家康殿。東の道から進み、小畑城を落とすんじゃ。秀吉殿から仕掛けてきたか。皆気を引き締めて迎え撃つのだ。戦、織田信勝を失えば大義を失う。必ず守らねば。秀吉殿の前では些細なことも命取り、信勝殿のみならず味方が崩されぬように強く。徳川にとって最善の道を貫く、皆を追い出すことが必要か。猿めの軍勢をこちらに近づけるでないぞ。レモン、
撃の隙を与えず、神速をもって排除すべし。小畑城に進む味方を援護するためにも、ここらで小牧山城をつついておくか。最善を尽くしたまで。
信勝は釣り出せた。ここは一旦引っ越しよう。うろつ者は逃げ出しよった。この勢いで猿目を討ち取ってや。なんだと飛び出してきよったか。清正、正盛、信勝へ突撃したれ。うまい。いや、こちらも負けてはない。軍軍進め。信勝の目に加勢せよ。進め。ごめんなさい。俺も戦う。皆と共に。三日を失えば最善の道はなせない。あの鳥でさえ抜けば救援に間に合うか。ちょっと、ここを突破されちゃ体を張った三成さんと義継さんが気の毒だ。手薄になっているようだな。今なら簡単に起こせるかもしれんと。開門。いいだけの人押し通す。信勝を引きずり出す策はうまくいったが、俺たちは秀吉様をお守りするぞ。備えておくに越したことだ。最善の道か。
新入りにも分かってきたか。これでは策が台無しだろ。しかし徳川の結束は大したもんじゃ。よくやってくれた。さあ学年城へ総攻めをかけよう。開門。赤備えに死角なし。行くぞ。敵城に切り込む。さて新入りにばかりこうはやれぬが。最善を尽くしたまでだ。背負うばかりでしたが、これからは俺が前に立ち、母上を守ります。任された。感激です。これでもいつでも加速を譲れますね。戦、吸引攻。力負けしているか。目指すもんなるまで。わしは止まれねえ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。母上、無茶をしないでください。その傷は格別なものとなろう。傷に格別も何もありませんよ。それにあなたはまた無傷じゃないですか。